ダニエル・マーク・ネスターは、カナダの男子プロテニス選手。自己最高ランキングは、シングルス58位、ダブルス1位。身長190センチメートル、体重86キログラム、左利きの選手。これまでに ATP ツアーで、ダブルス91勝を挙げる。ダブルスで史上初のグランドスラム、ATP ワールドツアーファイナル、オリンピック。 マスターズ戦すべての大会を制覇した選手。ネスターはユーゴスラビアのベオグラードに生まれ、1976年に4歳でカナダへ移住した。1991年にプロ入り。1992年から男子テニス国別対抗戦でビスカップカナダ代表選手となり、カナダ代表の歴史を通じて最多記録の15年連続出場を果たしている。 1995年全豪オープン男子ダブルスでマーク・ノールズと組んで初めての決勝進出を果たすがジャレット・パーマー、リッチー・レネバーグ組に敗れて準優勝になる。1996年アトランタ五輪でネスターはオリンピックのカナダ代表選手として初出場を果たす。男子ダブルスではグラント・コネルとペアを組み2回戦でイギリスのティム・ヘンマン、ニール・ブロード組に敗れた。 1998年は、ノールズとのペアで、全仏オープンと全米オープンの男子ダブルス決勝に進出するも、決勝で敗れ、なかなか四大大会のタイトルに手が届かなかった。2000年シドニー五輪男子ダブルスで、ネスターは、セバスチャン・ラルートペアを組み、決勝で、ウッディーズを5から7、6から3、6から4、7から6で破って、金メダルを獲得した。 二千二年全豪オープン男子ダブルスで、ネスターは、長年の親友マーク・ノールズと組決勝で、ミカエル・ロドラ、ファブリス・サントロ組を七から六、六から三で破って、祝願の四大,大大会ダブルス初優勝を達成した。この年は、全仏オープンとウィンブルドン選手権でも、ノールズとの組で決勝に進んだが、全仏では、エフゲニーカ・フェルニコフ、ポール・ハーフンス組に、ウィンブルドンでは、 ヨナス・ビョルクマン、トットウッド・ブリッジ組に敗れて、準優勝に終わっている。2003年全豪オープン男子ダブルス決勝戦は、2年連続で、ネスター、ノールズ組とロドラ、サントロ組の対決になったが、ネスター、ノールズ組は4から6、6から3、3から6の逆転で敗れ、大会2連覇を逃した。2004年全米オープンで4大,大大会2勝目を挙げた時も、 ノールズと組んでいる。2007年全仏オープン男子ダブルスで、ネスタートノールズは5年ぶり3度目の決勝戦に進み、ルーカス・ドローヒー、パベル・ビズネル組に2から6、6から3、6から4の逆転勝利を収めた。これで2人の4大大,大会ダブルス優勝は3勝となった。2人は2007年の男子テニス年関西終戦テニスマスターズ。 カップダブルス部門の優勝を最後に10年以上に及んだペアの解消を発表した。2007年シーズンの終盤からネスターはネナド・ジモニッチと組んで大半のトーナメントに出場するようになった。2008年ウィンブルドン選手権においてネスターとジモニッチのコンビは決勝でヨナス・ビオルクマン、ケビン・ウリエット・グミを7から6、6から7、6から3、 6から3で破り、ウィンブルドン初優勝を決めた。これにより、ネスターは4大大会男子ダブルスで、すべてのタイトルを獲得する、キャリアグランドスラムを達成した。ネスターとジモニッチは、2009年ウィンブルドン選手権に連覇を達成した。ネスターとジモニッチは2010年も、全仏オープンなど7勝を挙げたが、ペアの解消を発表した。2011年からは、 ネスターは、マックス・ミルヌイと組むことになる。混合ダブルスでのネスターは、2007年、前後オープンで、エレーナ・リホフツェワとペアを組み、マックス・ミルヌイ、ビクトリア・ザレン・カ組を6から4、6から4で破って初優勝を果たした。それまでのネスターは、混合ダブルスでは3度の準優勝で止まっていた。2003年全米オープンでは、リナ・クラス・ノルツカヤと組み、ボブ・ブライアン、 カタリナスレボトニック組と第3セットのタイブレイクまで戦ったが結局7から5、5から7、6から7で敗れて準優勝になっている2006年は全豪オープン、全仏オープンともリホフツェワとのペアで2大会連続の準優勝に終わったがついに2007年全豪オープンでリホフツェワと組んで初優勝を決めた4大大会シングルスでのネスターは 1999年ウィンブルドン選手権でピート・サンプラスとの4回戦に進出したことがある。彼は2006年のカナダマスターズ1回戦敗退を最後にシングルスから撤退しダブルスのみに活動を絞っている。ネスターはデビスカップ2018のワールドグループプレイオフオランダ戦を最後に現役を引退した。ありがとうございます。